皆様おはようございます。昨日何時ぐらいでした？4時ぐらい寝たでしたっけ？今10時10分です。眠いです。これね、ちょっとホテル外側でしたね。外をちょっと今から見せますね。どんな感じか。こういう感じになっててね、奥のこの潰れたホテルマンションかな、わかんないですけど、奥の方にね飛行機に飛んでたんで、向こうが空港だと思いますね。こうね、なんかあるんですが、全部これ、ね、壊れてんのかな。この辺下結構壊れてますよね。で、あそこなんかよくわかりませんが、なんか壊れたようなマンションとか建築中のマンションみたいのがねたくさんありますね。ちょっと光ぼけで見にくかったら申し訳ないです。こういう感じでね、なんで片側に誰も走ってないのかな、ちょっと分かりませんが、はい、眠たいですね。行ってきます。本当は僕はねホテルでゆっくりしたいですが、皆さん行動派の方が多いんで、社長含めね、あと7時間ぐらい寝たいですね。お正月なんで、あ、関係ないですね。やっぱ走ってましたね、こっち手前。じゃあ行ってきます。何棟もある、4棟5棟ぐらいあったのかな。すごいですよね、こんな長い廊下はね。広いホテルだ。カジノも広いしね。やっぱ何でも広いね、外国は。だけどね、唯一難点を言うとエレベーターが2機しかないんで遅いんですよ。とりあえずそれでエレベーターホールのね先が、昨日これ入ったプールですね。それであっち側にこうディスコね、ディスコディスコディスコ、庭園が奥にあったりしますね。あ、プール朝から入ってる人いるんだね。朝からカジノでビール、人待ちなんでね、今社長待ってます。フィリピンビール美味しいね。これちょっとだけ拳銃を持ってるね、フィリピンのガードマンの人、かっこいい。これ入り口ね、これ奥がね、なんか社長おっしゃってましたけど、ケソンシティ丸の内みたいな、オフィス街みたいですね。でもね、意外にねビルがすごいいっぱいあって、こっちの方もねすげえ高いビルがいっぱいあるんですよ。もちろんその汚い家とかもねありますけど、本当に住んでるの住めるのかなっていうようなところもね。でもね、めちゃくちゃビルですよ、こっちの方は。今から2時間半ぐらい、今高速走ってるんですけど、2時間半ぐらいかけて行きます。ビーチに行くみたいです。何ビーチか分かんないんで、着いたらまた何ビーチか言いますけど。うわー、ビールがすげえなー。これでもね、川のとこにこうね潰れそうな家がいっぱいあったりとかね、こう高速道路もねすごい曲がってるんですよね。ぐるっと回ったりとかね、これでもすごい都会、めちゃくちゃ都会ね、あっちの方は。やっぱすごい人たちが住んでるんでしょうね。今日も朝ねカジノ行ったんですけどね、1回転2000円とかでね回してる方結構いましたもんね。2000円ですよ、2000円で2秒ぐらいで終わっちゃいますからね、1回転が。なかなかえげつない人たちがいっぱいいます。じゃあ向かいます。こういうねご飯を食べるみたいですけどね、パラニアケっていう場所、31度、めちゃくちゃ暑い。暑すぎるぜ。日本は寒いですが、フィリピンは暑いです。これはね、安いね。500円ぐらいかな、500円、600円、700円ぐらいかな。こんな感じですね。入ってきます。 50% オフって書いてあるじゃん、これ。あ、7の日ってことね、わかんないけど、まあとりあえず入ります。泊まってるのがここ、パセイ。これで今いるのがここ、左の。おお、結構来たね。
パンパンアジアジアみたいな感じね。ビールがいっぱいあるってことはあれか、ビールもあるってことはね、いろんなとこに。まあなんせすごいよ、腰が痛いもんね。このハンバーガーがねやっぱりね有名かな。ちょっと光ぼけしてるけど、まあこういう感じでねありますね。私はねこの一番でっかいバーガーにしました。コーラです。いいですね、庶民の味方みたいな。結構でかいね、こうやって見るとね結構でかい。これポテトもあります。ポテトからシップシップサロンパス、ポテトはどこで食ってもポテト美味しい。これ一緒でしょ、うん、魚とご飯と卵、なんかこれキャベツが入ってる、トマト、チーズ、キュウリ、キュウリ、キュウリ珍しい。合うか合わないかって言われたら、変わんない。まあキュウリ自体が味がないんで、まあレタスが入ってるかなぐらいの感じの、流行るか流行らんか分かんないけど、日本でもワンチャン真似したらいいかもね。だけど格段にバーガーキングのバーガーの方がうまい、それは言える。至って普通。ごちそうさまでした。ありがとうございます。これね、この間も社長が探してたチェリーアイスっていうアイスみたいですけど、これが最強にうまいみたいです。1個いただいたんで食べてみます。ゼリーをアイスにしたような感じで美味しいです。ゼリーアイスみたいな感じ、車から降りました。今ねビーチの方に着きました。すごいね、なんかこの間の海とはちょっと打って変わって浜名湖みたいだね。湾になってね、こうわーんっていう感じ、わーみたいな感じで。もうねブルーズ来てるからね、完全にもうフィリピン人だよ。完全にフィリピンスタイル、フィリピンスタイル、イエーイ。いや、くそ暑いね、やっぱり。今なんかちょうど地震速報が入ってましたね。石川県でマグニチュード7.6 だって言って。なんて日だ。日本の皆さん大丈夫ですか？これ上がる頃にはもう多分あれだと思いますが。はい、ということでフィリピン一発目の、よし、目が出ました。OK です。なんかホテルみたいですね。カマヤンホテルかな。こういう感じでね、セキュリティが立ってまして。手にね、こういうのをね、つけるんですが、日本円でね、2000円ぐらい取られる感じですね。で、こういう感じでね、ビーチがあってね、眩しいし、あっちいし、うわーっていう感じ。何がわーかわかんないけど、まあ、日焼けしそうだね、すごく。こういう感じのね、こういう感じのホテルもいいかもわかんないですね。私はちょっと無理だけど、カジノがないんだよね。サイパンとかグアムにあるこうホテルみたいな感じだね。ビーチバーがあって、こういう感じの、まあゆっくりする人には最高じゃないかな。私は別に海も好きじゃないですしね、どっちかというと川が好きなんで。バンドもさっきやってたのかな、ここでお正月の大晦日イベントみたいなやつ。こういう感じでね、何がすごいって、クリスマスツリーがまだあるんですけどね、基本的に海外はずっと正月も12月から1月ぐらいまでずっとクリスマスみたいですね。それを昨日聞きました。これビールがね、これビーチバーだな、完全なるビーチバー。いいね、ここでビール飲みながらとかね、こういう感じでね、こういう感じのね、コテージみたいのがいっぱいあって、これを借りました。いい感じですね。じゃあ、たまくん、乾杯。ありがとうございます。
うまい、うまい、最高、最高、うまいけど早く飲まないとぬるくなっちゃいそう。はい、ボーイもいるよ。おお、マッチョじゃないし、ボーイそんなマッチョじゃないし、マッチこういう感じのねコテージになっております。いい感じ。今こう見ると向こうにね山がずーっとあってね、湾みたいになってますがね、こういう感じでね湾みたいになってます。ここはね世界ナンバーワンビーチって言ってましたけど、まあナンバーワンビーチって言われてもね、多分全世界にナンバーワンビーチって言われてるところがあると思うんだよね。だからフィリピンの人たちが多分世界ナンバーワンビーチって言ってるだけで、まあ日本で思っていいとこねありそうな感じはするよね。だけどまあ本当にこういう感じのね借りたらいい感じですね。トモキ君はねビールを飲んでね、アイス、海は入らないみたいなんで、アイス、アイス、私とトモキ君とボーイはお留守番、お留守番、お留守番、お留守番ね。うわあ、パンケーキをね社長がね、いただきます。はい、それ何味？これマロンです。マロン、はい、栗ね、栗、栗、うん、やっぱ美味しいですね。本場の栗よりあっちの栗の方がいいよね。そうです ね、 ね、やっぱ本当あっちの世界に、あっちの世界に、ね、勉強になります。美味しい、はい、美味しい咳が出てカメラが揺れるよ。美味しいっすね。美味しい、さすが、勉強になります。いただきます。甘いのかしょっぱいのか、甘いのかしょっぱいのかって感じですね。そんな感じの表現です。それはペプシコーラで、やっぱね暑いところに置いてあるとぬるくなりますよ。ペプシコーラ、なんかねさっきの店もそうですが、炭酸がね後ろにお化けいるなんかね炭酸が、トモ君炭酸がなんかこう緩い感じがしない？フィリピンのなんかものってね、なんか炭酸が緩い感じがします。まあ気のせいかもわかんないですけど、なんかそんな感じですね。3本目のビールを今飲み干して4本目に行こうかっていうところですね。やっぱぬるいっすね。ぬるい、まあなこの暑さでね置いとくとぬるくなるよ。日本で例えるとあのコロナビールの味します、うん、コロナビールメキシコじゃなかったっけあれ。メキシコです。そうだよね5% なんで。 5%、はい、日本のビールは何%？ 4% くらい。どうなんですかね、俺もよくわかんないんで。でもライトビールだよねフィリピンって。すごいなんかあのコロナビールっぽいっていうかライトな感じがするよね。そんな感じでね今ね3本目を飲み終えます。それでは、はい、ナンパに行きたいと思います。レッツゴーレッツゴー、行ってきてナンパナンパするような人いないよね一人も。ちょっと寿司ください、寿司ください。このお母さんナンパすればいいじゃん、このお母さん。それでは行きたいと思います。はい、じゃあぜひぜひぜひ行ってください。はい、午後バーに行ってね、はい、そうですね、女をね社長行きましょうね。はい、カジノやってね、私まだカジノの額が足りないみたいなんで、はい、ホテル代のなんかちょっとね夜もちょっとカジノやって午後バー行ってね、午後バー行きましょう。そうだね、午後様、あはは、あはは、もう抱きたいね、早く女を抱きたい、はい、女を抱きたいです、はい、以上です。以上です。現場から以上です。現場から以上です。以上です。はい、トモキ君が4本目いっちゃいます。いきます。はい、ありがとうございます。はい、どうも。いい体してるね。しかもぬるいな、それめちゃくちゃぬるいでしょ。ぬるいでしょ、ぬるいでしょって言ったから。海が似合うね、うまいっす、海が似合う。もうこれが安定のフィリピンスタイルです。
さすが。だけどあれだよね、いい体してるよね、運動してるだ。もともとやったんですけど。何やってたの？サッカーと、うん、ちょいかじったキックボクシング。へえ、でもすごいいい体してる。でもトモくんこう見えて金槌だそうです。金槌なんで、はい、あの海は入らないっていうね。金槌でしたですけど、チンコはビッグモンスター。あー、さすがビッグモンスター。あれ今彼女いるんでしたっけ？彼女いないです。あー、募集中ですよね。あの下にあのインスタの、はい、あれ貼っておきますんで。そうですね、下にインスタの、あのアカウント貼っておきますんで、気になった女性の方いたらね、あのあれしてください、連絡してみてください、返してくれると思います。はい、貼ってきます。トモくんは痩せてる方よりちょっとふくよかなね。ふくよかな、ふくよかな子が愛がゆったり詰まった感じが。ああ、そういうことね、みたいですね。よろしくお願いします。ナイスバディーな、ナイスバディーなね。ちょっとまあぽっちゃりしててもいいかし、ああぽっちゃりしてても問題ないみたいなんで、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひね、そのままフォローしてあれしてやってください。はい、送ってください。よろしくお願いします。お願いします。わお、ティーバッグ、ティーバッグ。女だよ、だって胸出てるじゃん。はい、ここでねご飯を食べます。さっき通りかかったね、ビーチバーね。全く読みませんよ。でも値段的に600円とか700円、まあこの辺が800円ぐらいかな。まあこの辺は1000円超えてきますね。1200、300円、450ペソ、1400円ぐらいか、1300円か1400円ぐらいか。まあこういう感じになってます。ボトロボトロ、コロナーコロナーボトロナー。できます。アップルビール、アップルビールの味はアップルバーボン、アップルバーボン、うん、おいしい、甘いっ す。甘いっすか。あのビールに、ビールじゃない味します。甘い感じですか。甘いです。ジュース、ジュースです。はい、マニラ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 。すごいでっかいバーベキュー、なんとかパスタでかいな。マルゲリータでかい、マルゲリータでかい、でかい、うん、これトモくん飯がどでかい。これここのピザもね薄い。私ねこのね薄いピザの方が好きなんですよ。ちょっと音楽が流れててちょっと著作権引っかかってるかもわかんないですけど、ご了承ください。まあ別に広告つかなくてもいいんで、広告じゃない、収入なくてもいいんで、いただきます。うん、日本で食べるピザともうなんなしょ、あの遜色ない、美味しい。チーズも美味しいし、このトマトソースも美味しいし、シンプルイズベストね、最高、めちゃくちゃ美味しい。今3日目ですけど、ピザとバーガーキングが僕の中で今当たりですね。これ今ねトマ君から肉いただきました。いいよ、おい、いただきます。焼肉のタレにかかったようなご飯で、今ねトモくん飯入れてくれましたけど、私フィリピンのご飯あんまり好きじゃないんで食べません。ぶちかましって YouTuber なんですけど、そのタッツァンをねこえなくはしてるんで、タッツァン食いで、うん、最高最高。ビーフンとビーフンスープ、トモくんのねポテトをねパクりました。これちょっとでかいなこれ、うん、火が通ってるのか分かんないぐらいちょっと芯がある感じのポテト。まあ食べれると思うんで問題ないですけど、塩が足りんね。これフィリピンケーキみたいです。これはカレーですか？ビーフステーキ、ビーフステーキ、ステーキ、ステーキっぽくないけどあれですね、いい感じです。こちらがねパスタ、パスタにもねガーリックトーストみたいなのついてて、肉がいっぱいね、美味しそう。ビーフン、うん、伝わるか分かんないけど、大体このビーフンとか全て大体
フィリピンの味、大体が同じ味をしてる感じがする。これでさっきのスープ、シニガンっていうスープ、に風邪ひいた時に飲むスープみたいです。なんかキムチ鍋のスープに薬草いっぱい入れた感じ、なんか酸っぱみたいな、スーパーマンみたいな、うん、私はちょっとこれは申し訳ないですけどちょっと無理ですね。水と酢だけ使って作ってるみたいです。あと野菜のお出汁で取ってあるみたいです。あ、酢の味ですか、酸っぱいのは。これキムチって言っちゃいましたけど、まあ味バカなんで許します。結構大盛りのパスタね。まあなんかパスタがめちゃめちゃ大盛りな気がする。これいただきます、パスタ。うん、全部大体同じ味付けの感じする。肉？何肉かなこれ、うん、全部同じ味付けな気がする。アラビア？モミさん、うん、このアラビアータがめっちゃうまいかもわかんない。あ、でも辛い、辛いの苦手な方はちょっと結構無理かも。でもかなりの辛さ、うん、おいしい。これがねビーフステーキみたいです。ビーフステーキ、うん、全て同じ味。なんかちょっともったない感じがする。なんか焼肉のタレにね、なんか一味余計なもんが1個入ったような味がする。毎回フィリピンってそんな感じがするけど、クリーム、チョコ、なんかいちご、チョコみたいな。一番上にね、さくらんぼが乗ってて、なあ、もう いつぶりだろうな、ケーキ食べるの。多分ケーキなんてめった食べたことないから。まあチョコとかはねちょこちょこ食べますけど家で。はい、これね断面綺麗に取れました。いただきます。大きい口でいただきます。めちゃくちゃ甘いのイメージしてましたけど全然普通に美味しいですよ、うん、チョコレートケーキにクリーム乗った感じっていうのかな。まあ俺あんまりケーキ食わないんでちょっとケーキの表現が難しいですけど普通に美味しいです。今ね、トモキ君が野菜を残してて社長に怒られてますね。食えっつって。痛いと思います。今鼻をつまんで、ちょっと待って。取ろうと思ったら食べちゃいました。鼻をつまんで食べております。ここの店はアラビアータとピザとジャガイモ、ポテトが一押し。あとはまあ大体同じ味。ごちそうさまでした。じゃあ今からまた2時間半、3時間かけてマニラに帰ります。ちなみにこんだけ食べて1万3000円とかそんなもんかな。なんでかなり安いと思いますね。ここはやっぱちょっと地方の方来ると安いですね。マニラとかで食べると高いですが、今帰りがけなんですけどね、社長がねあのコーヒーをスタバで買っていただきましてありがとうございます。これねいつもそうなんですけどカツヤになってるんですよね毎回。全然いいですけど間違えました。前回はハツヤみたいです。今回はカツヤです。ありがとうございます。カツヤはいいですよ。カツヤ今日の夜はギャンブルカツヤなんでねちょうどいいと思います。鼻にでっかいねあの吹き出物ができてね、汚い吹き出物をもうちょっと成長しないと潰せないんで、どこで飲んでもねブラックコーヒーは最高にうまいです。あとホテルまで1時間ぐらいなんで戻ります。今ね9時過ぎぐらいですね、フィリピン時間で。チッチャロンバブイだそうです。チッチャロンバブイ、なんか浜松とかのスタバでも売ってるみたいですね。味のあんまりしないカールの硬いの、うん、好きな方は好きなんですかね。私は歯も悪いし顔も悪いしなんでちょっと普通ですけど、いただいたんでありがとうございます。すいません、私物知らずでカルディって言ってました。イチノのイオンとかにも入ってるねカルディ。僕全然そんなコーヒーを普段
そういうスタバとかでまず飲まないんで、ちょっとすいません、物知らずでカルディのやつみたいです。スタバではないみたいです。補足です、すいません。今のね、豚の皮みたいですね。豚の皮を揚げたのかな、ちょっとわかんないですけど、有名みたいです。フィリピンではめちゃめちゃ。今度日本でも食べてみたいですね。酢をつけて食べるみたいですね。日本では酢をつけて、ワンチャンもしかしたら食べるかもわかんないんです。日本居酒屋みやび、これね、これあれかな、みやびだな。次はぜひ寄りたい。おー、キャバクラ、おーいい、ナイススタイル、ナイススタイル。このホテルはなんかハリアットとかね、ノブとかの系列みたいですね。ヌーはみたいです。今ねタンクトップが禁止みたいで、カジノフロアが、その関係で、そうです、ここに入れません。私たちは部屋に入れません。なんか鍵が効かないんでエレベーター上がりません。なんでか分かりませんが、ちょっとあれします。時刻はね、朝の6時半ぐらいです。ちょっと明るいですね。まあ今日カジノはね、遊べました。日本円で2万円とか3万円ぐらい負けて遊べました。明るいですが、起きたらまた始めます。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。さようなら。